ダシェア・ヘリス。1863年、ナダールが撮影。ギュスターブ・ポントン・ダメクール施爵は、フランスの古戦学者、考古学者、フランス古戦学会の会長であり、創立者である、メロビィング・ウの貨幣を専門に研究した。ナダールや、ジュール・ベルヌとは友人であった。何にでも手を出す性格で、数学、サンスクリット語、ギリシア語、ラテン語を学習した。 ポントン・ダメクールが市長を務めたセーヌイコール・エイコール・マルヌ県トリル・ポールには彼の記念碑が建てられている。ヘリコプターを意味するフランス語、ヘラコプター、ヘリコプテールを発明したのは彼である。ポントン・ダメクールはギリシア語のヘレコスとテロンの2語を組み合わせてこの語を作った。この語の書出は1861年8月3日でイギリスにおける特許名最初に書かれた。 フランスにおける特許出願は1861年4月3日になされ、1862年7月16日に特許番号49.097として認可された。彼はガブリエル・ドラ・ラランデルと共同で蒸気動力の模型ヘリコプターを製作した。そのボイラーはアルミニウムの史上最初の使用例の一つであった。おそらくジュール・ベルヌは ダメクールの発明が小説された1863年の冊子を読んでおり、彼が征服者ロビュールに登場させたヘリコプターは、ある程度ダメクールの影響を受けている。ナダールの写真が残る動力模型ヘリコプターラシェアヘリスは、ダメクールが開発したもので、蒸気機関により二重反転ローターを回した。実験は1863年5月21日に行われた。 レジオンドヌール勲章保持者である。ありがとうございます。